はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、704日目ですね。はい、現在2021年11月11日の、15時3分なんですけども、今回ですね、ちょっと契約書の方ね、今回も契約書の方開封したいなと思います。A ランク契約書のランダムが4枚ありまして、で S ランク確率 10% 契約書が1枚2枚3枚ありますんでね、この合計7枚ですね。 A ランク契約書4枚、A3 確率 10% 契約書3枚、これ開封してね、ちょっとオリックス純正ね、強化できればなと思ってます。はい、その前に対決カーニバルなんですけども、あと丸4日ぐらい残ってると思うんですけど、3日と23時間ですね。はい、丸4日残ってまして、現在までの進行状況ですね。はい、累計対決ポイントが、98,700 ということで、ここまで使ったエナジーね、一回ちょっとスタミナがマックスになったのもありまして、23エナジー使いました。はい、23エナジー使って現在98,700ということで、約1万ということでね、約10万ですね。まあ、12万で S ランク客勝、13万で、最後の累計10エナジーありますんでね、まあもうすぐかなという感じなんで、あと1日ぐらいあれば、まあ、S ランク客勝まではいけるかなという感じですんでね、まあこのペースで、まあ行こうかなと思ってます。まあパネルチャレンジとかね、でも結構、まあちょこちょこですけども、エナジーも返ってきてますんで、1回、エナジー10とかね、まあありましたんでね、まあその辺で、十分プラスで、エナジープラスで終われそうなんでね、まあよかったかなと思ってます。はい、現在98,700ということで、まあもうちょっとで、S ランク客勝かなという感じですね。はい、それでは、契約書の方をね、開封したいと思うんですけども、まずは A ランク契約書4枚、これはいっぺんにいきますね。1枚、2枚、3枚、4枚ですね。はい、まあこのアカウントね、オリックス純正だけでやってますんで、ぜひオリックスの A ランク選手ね、来てほしいなと思ってます。いきます、 A ランク役所4枚お願いします。オリックス来い。さあ4枚開封しますんでね、まあ、1枚ぐらい、1枚は最低オリックス来てほしい。さあ一発目、誰？平選手、横浜ですね。はい、オリックスの選手お願いします。田中選手、マー君ですね、楽天ですね。はい、オリックスの選手お願いします。糸原選手、阪神ですね。はい、最後ぜひオリックスの選手来てほしいです。お願いします。西選手、これも阪神、はい、阪神ですね。伊藤原選手、西選手と、残念ですね。はい、平選手、田中選手、伊藤原選手、西選手と、オリックス以外でしたね。まあ西選手はね、一応ね、元オリックスなんで、まあ一応置いてるんですけどね、阪神でも結構ね、阪神のバージョンの西選手6枚か7枚あるんですよね。はい、まあ、結構あります。はい、まあまあでも西選手はなんでね、元オリックスの選手なんでいいです。はい、それでは、A3 確率 10% 逆勝、何枚やったかな、3枚やったかな、3枚ですね。3枚なんで1枚ずつ行かせてもらいます。とりあえず S ランク来てほしいですね。はい、行きます。1枚目お願いします。 S ランク来い。んー、いやー、あかんなー、いやー、あかんか、これはないな。割れろか、割れへん。オリックス来い。岩下選手、ロッテですね。はい、 A ランクですね。うん、残念、いや残念やな、全然 S ランクでいいなこれそれでは、マンスリー感謝祭のやつですね、2枚目いきます。ぜひ S ランク来てほしいです。お願いします。 S ランク来い。んー、いやー渋いなこれ、いやマジか、全然あかんな。割れろ、赤丸へ。オリックス来い。青木選手、ヤクルトですね。いや A ランクも全然オリックスけへんやん。厳しいな、はい、いや S ランクもこず、オリックスもこずですね。はい、まあ、最後ですね、今日もらったもらいたてのやつですね、 S ランク確率 10% 契約書マンスリー感謝祭のやつです。最後3枚目、ぜひ最後ね、 S ランク来てほしいです。お願いします。S ランク来てくれ。さあどう、どっち、 S ランク来てくれ、頼む。んー、どっちや、ないか。
割れろ。赤割れへんわ。近本選手信用来るな信用来るわこっちで。そうですか、 A ランクの近本選手ですね。んー残念やな。全部 A ランクでしたね結局ね、開封したやつまあまあまあいいです、はい、しゃあないですね、はい。今回こんな感じですね、まあ、A ランク役所4枚開封して、オリックスの選手コズということ で、まあ、S ランク確率 10% 役所もね3枚開封しましたけど、まあ、S ランクどころかねオリックスの選手も来ないということで非常に残念ですけどね、まあ、これはしゃあないですね、はい、はい。まあ対決管理もねあと4日残ってますんでね、まあ、もうちょっとであの S ランク役所もらえると思いますんでね、取れると思いますんで、まあ、もうちょっと頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金ハオロードオリックス純正編でした。